こんばんは、かっけんです。まやかです。今回は、はい、動画の方でたまにコメントがあるんですけど、あのまやげかさんの手元の、はい、何を押してるかとか、どういうこういうプレイ中にこう、ね、押してるみたいな、はいはいはい、コメントがあったんで、まあ、あの動画の方にあのコントローラーっていうんですかね、コントローラーを乗っけて、あれだよね、こう何のボタンを押すか分かるやつでしょ、はいはいはい、っていうのをまあちょっと実際に導入したんで、はい、まあ、実際にプレイしながら今回その解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、まあ、先ほど眉毛さんと10分の試合をやってみたので、はい、まあ、その眉毛さんが実際にどのようなボタンを押してるのかっていうのをこれから見ていきたいと思います。はい、めっちゃ気になる。あ、これやばいよ。これやばい、癖が。まあでもこれ結構なんかやってる人、みんなやってんのかな。自分もどちらかというとやっちゃうんで、スティックがこうさ、なんかいい感じに動いてくれみたいな。まあ待ち時間でよくやっちゃいますけど。そう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 これね、コントローラー自分が持ってないとどういう操作してるっけなみたいな。はい、ああ、わかります。そうそうそう、口でさ、その瞬間あれ、いや、そうなんですよ、ね、そう、どうやってやってるっけなみたいな。まやげかさんバレちゃったよ。そうね、気になったらすぐ止めてね。ああ、はい、このさ、コントローラーの方見てると画面の方と一致しないのよ、あれがどうしても映像が。ダッシュして、ダッシュしてる。スティック入力して、ダッシュして、ちょっとやばいな、うん、これやっぱ、うん、あー、でも四角押してる、四角押してる、四角押してる、四角押してる。あ、今押してない。あ、押した。いや、下手、下手、パツ、パツ、下手。あ、いいね。ここでも、あれ、ここと変わってるの？ボタンを押してますね。ここで左スティックじゃない、L1 を押してるんで。ああね、右で飛ばしてないね。はい。あ、これでも変わってるんだな、しっかり。まあ、自分が多分ペペにもなってたんで、そこの近くにいる選手になってたんじゃないですか。で、あ、この時四角とか押してないわ、もう本当突っ込んでってるだけだ。ダッシュしながら。ダッシュ押してるもんね。はい。ニコラペペをダッシュしながらぶつかりに行くと、ボールに向かってこれメッシが動き直しよかったわ。そうっすね、確かに。このシーンとか何も難しいことしてないもんね。まあそうですね、ここはまあスティックとかウィレってやっぱボタン操作複雑なように見えて全然複雑やないと思わない？いや、そうっす。まあペイントとか全然しなかったらねえ。だってここでバツをして、なんで L1 を押してんだろう俺この時。あ、でもダッシュして受けに行ってるんだ、イメージ的には。ダッシュでボールに受けに行って、だってここもあれだもんね、前向いて、前向いて、バツですよね。三角、三角も、あ、パス、三角なの。このこんな早く押してんの三角俺。え、でもここで押してからさ、はい、これ出るわけだもんね。そうっすね、あの一瞬ちょんと押してるだけだ。でしっかりね、このスティックもメッシの方に倒して、あ、丁寧に。これやんないと、でもやんなくても出るよね、メッシの方に多分。多分 出ると思います。さすがに人いないんで。で、はい、出します。で、もうスティックずっと下倒しっぱだよ、ここからもう。まあ、ニアに。ね、このグリーズマンでパス出してる角度から、ほぼほぼそのままずっと。なんか四角プレスもっと押してるイメージだったんだけどな、あんま押してなかったな。あ、そうなんですか。もうちょい結構ガン押しのイメージだったけど、この辺も全然押してないし、あ、押した。あ、押してない。あ、押した。押してる、押してる、押してる。おー。だからちゃんと自分でカバーできてるときは押してるかな。あ、自分で操作してカバーできてるときは。あ、やば。あ、だこういうときも多分、こういうとき全然押してないからさ。からここで、成長ベルトで俺が不用意なロストを押して、はい。だここですぐ四角を押してると多分、こう多分失点したりするんだと思う。あ、そうですね、センターバックが、そう、センターバックが出てきちゃって、だから多分俺ブスケツを操作して、とりあえず我慢我慢我慢で、まだ押してないから、でここでラングレでも多分もうオバメアのカバーまでいけるって思ったタイミングで押してるんだと思う、近く。おお、本当だ。いや、もう蹴るまでめっちゃ遅くない？ゲージ一応さ、バツ入力してさ、はい、ここですぐ出してくれればいいのにさ。まあ前に、おい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 。でここで多分出すの遅すぎたから、しっかりキャンセル入ってたもんね。キャンセル入ってますね。ほんとこのゲームのなんかバグりそうな要因な気がする、スーパーキャンセルって。今ちょっとキャンセルしたぞ俺。敵の前に入ろうとする。ほんとだね、入ろうとした。この辺でほら。しかも結構しっかり押してるし。
このタイミングじゃ遅い気もするんだけどな、もう。ここで多分入れて、落下地点入ろうとしてって、セルと、もう癖だろうな、手癖。それが効果があるかどうか多分そんな分かってないけど、もう今までの作品の癖でちょっとでも前入ろうとしてるんだろうなって。あ、足かこした足かこした。頑張る。やばいやばいやばい、出たから。やばいやばいやばい。もう今動揺してるもん。左スティックが、左スティックグリグリしてて俺多分。ほら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 。半回転ぐらいしてます。半回転ぐらいしてる。もうこれでね、罰連打してるんよ多分。つなげるっていうか、どっかしらにダイヤで蹴ってほしくて。2回ぐらい押してますね。ただ当たる。あ、ほら、ここでも押してるもん。ほんとだ。ここで押してもトラップするし、ピケ取られて、であとはもうピケ走らせに行くと。ちょっともう一回上のスティック入ってるのあれだな多分。ちょっとマニキーとかしようと思ったんだろうな多分。あ、そうなんですね多分。いや、ファーめっちゃ空いてんなってやつ。てげん、よくニヤ切ってるわ。うわぁ、ダメだ。こぼれ方がきつかった。まあでもマイクラとかもこれ多分あるあるっすもんね、この失点パターンが。でもメッシこれなぁ、これ強かったわ、デンベイが。確かに。前に来ちゃ迷ったよな、これどっちトラップするか。いやー、グリーズマンだったらなんか、そうね、左にね、そうそうっすね。ここでちょっと外側向いて、まあ根下じゃないですけど、ここはもうなんかじゃんけんだよね、もう完全に。別に角犬のキーパーの動き見えててあっち行ったわけじゃなかったから。ああ、はい、あっちに行って角犬がいなかったから、キーパーがまっすぐ蹴っただけで。あの抜く瞬間はもうあっちにトラップしようって決めてたから。ディテールカバー入って四角プレスを失敗と。あっ、危な。やっぱしっかりカバー入ってからだな、押してんの四角プレス、うん、そうっす。これやっちゃったんだよな守備。これやばいよな。いや、やばいっす。なんでブスケツそこなんだろう、初期位置。最終ラインっすもん。そう、だって俺四角押してないよ。確かに四角とか押してたらまだわかるけどさ、だってやばいって、ブスケツ最終ラインは。これよかったわ。これなんで手上げてんの、ブスケツ。お前だ最終ライン。やばいやばいやばい、これ。あ、でもこういう時は四角プレス押してないんだな、もう必死だ。一緒に戻ったもん。必死だ、ブスケツで。あ、もうずっとダッシュしたまま走って、あ、ここでやっとなんか四角プレスちょっと押してるわ。おお、まあこれは頑張ったわ、手足と言えんが。じゃあ、いやー、ああいう取られ方しちゃダメってことだよね。そうっす、もうディフェンスラインああいうふうになっちゃうから。あ、連打してる、ね、連打してる、連打してる、連打してた、連打してた今。これ大事。まあここみんな、まあ連打、四角だったり罰だったりしますもん、ね、ピンポイントで罰とか、はい、ピンポイントで四角を押そうとすると反応するか怪しいから、連打連打。連打連打。ほんとマネキー早いな。いやー、もうでもこれもうちょいニア寄れ、自分の中で寄ってるつもりだったんですけど、いかにマネキーしてどの失点の時も諦めてないわ。最後まで抵抗しようとしてるのがいいわ。誰も寄ってない時は四角を押してるかも。ああ、そう、自分でもいけてないし。ああ、押してます。そう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 、だ、選手が近くに誰もいない状態っていうのを作らないように、はい、ちょっとでもどのシーンでもプレッシャーかけられてるように、なんか四角を押してる気がする。イメージ的には頭の、なんか崩壊する元だもんね、四角プレスね。いや、まあそうっすね、まあ、ずっと何も考えずに押してたら。そう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 、もうはちゃめちゃなことが起きるんで。だ、話すときはなんかしっかり話さないと。大体負けて崩壊するときって四角プレスを失敗になってて、ね、どん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 ずれてってみたいな感じだから、はい、これね、意味がわからない。これ本当に意味がわからない、このシーン。結構完璧だったんだよ、イメージ。いや、そうそう、もううまく入れ替わりました。そう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 、アンスに、これもさっきの形と一緒でさ。ああ、はいはい、そう、確かに。そうそうそう、ここでこの3トップの左のアンスで下げて、そう、ついてこないとさ、結構置き去りになるんだよね、ここ。そうそう、ほんとだ、確かに。これ出してトラップも上手にいく、はい、
で、あとはさ、背負いながらさ、前向いて右足で、上の方のポスト蹴るだけだったのにさ、しっかり蹴ってるのに、なんで左、もうここで左足だもんな、振りかぶってんのが。もう一個なんか前に、もう一個運んでたね。横とか右の前とかに運んでからシュートだったね。こううまく背負われてた四角プレスと。これ俺さ、はい、下げてると思うんだよな、キーパーに。どうなんだろう。あ、やっぱ下げてる、ほら。いや、スティック向いてんもん、こっち。なんでそっち飛んでくんそれなのに。ちょっと待って。俺下げてるじゃん、後ろに、絶対。ほら、後ろ向いてるもんね、ゲージ出てるときね。向いてますね。左スティックこっち倒れてるってことは、俺キーパーに下げてるんだよ、これ。確かに。まあ一応狙ってるけどさ、学研も。はい。え、これなんでだ勝手に判断したかな。ウィリアンに狙われてる。ウィリアンに狙われてるから、そっちじゃダメだよっていうあれかな。ヘディングと見せかけて胸で前に落としたんじゃないですか。もう本当にスティック通りに動いてくれ。パスの方向ぐらいはあった。この時の角剣のスティックコントローラー見たいわ。あ、確かに。絶対倒れてなかったと思うんだよね、俺は。真ん中のところに。あ、スティックが多分、はい、もう一個奥の方に、どちらかといえば多分、行っちゃってたから多分そっち飛んでたはず。これなぁ、やることなくなっちゃったなぁ。もうなんか怒ってくれってパス出しちゃってるもんな、適当に結構あの辺に入れてなんか怒ってくれみたいな。あー、前向かさんでもそういうのあるんですね。そう、ある。いや、結構あるよ。なんか強めにパス入れて事故っちゃうみたいな。はい。あの後ろ向きにトラップさせるのかもそうだから、さっき言った。強めにパス出してなんか怒ってくれって感じだから、結構手詰まった時にね。さすがにフラスル強めに入れたりとかはないけど、グランダーのね、バツとか三角結構強めに入れちゃうことはある。めっちゃ完璧だったのにな、メッシで。これもうメッシがさ、はい、ラインブレーカーじゃないからさ、こう自分でムービングさせて、はいはい、メッシ、ああ、そうしてますね。メッシにムービング飛ばしてライン下げてくれるようにメッシで、はい、でトップ下に入ってるピアニッチ使う、後半から出た。で、早いよ、マニキすんの。いや、上出したらにやけするかなって思って。これめっちゃ完璧だったのよな。で、ピアニッチで出す。で、マニキンめっちゃ寄るじゃん。で、下げる。で、画面下も待って、下倒…あ、でもシュート打つ気、下倒…でもこれさ、この段階で下のニール入ってれば飛んでくよね、シュート。まあそうっすね、下には。そう、これ完璧だったんだよ。この形の、このフォームのイメージ通りの形だったのに、トップ下で、で、マニキンされてるから、はい、はいって感じで下げて、あとこの空いてるとこにさ、はい、蹴るだけなのにさ、もうど真ん中よ、シュート。ピアニッチぐらいのシュート精度じゃ。これ完璧だった。No. ちゃんといい感じで動いてたわ、コントローラーも。だからミースティックあんま触らんな、ほんと。そうっすね。一瞬パチン、はい、パチンパチンってやるだけだから。っていう感じかな、これ。そうっすね。ミースティックは確かに少ない気がする。フェイントとかもほとんど使わんからさ。そうっすね、右スティック触れてる時間っていうのは多分あのカーソルチェンジの瞬間しかないんだよね、俺。はあ、ウィリやってて、あとムービングぐらいっすね、やるとしたら。そうだね、ムービングの時に一瞬ちょっちょって飛ばすだけぐらいかな。まあでも難しい、見んのが難しい。いや、難しいっすね。画面とコントローラー、コントローラーを見ながらこの画面を見るみたいな、何回も見るしかないよね。まあ、まあ、まずまだ初回なんで、まあ、そうね、これから改善のね余地をちょっとコメント欄でも欲しいよね。まあそうですね、こうした方が見やすいんじゃないですか。コントローラーの位置とかそういうのも含めて。前上さん結構なんか四角を押すって言ってたんですけど、やっぱ要所要所でしか押してないなっていうふうに思いました、なんか見てる。いや、そう、俺ももっと押してる気でいたんだけど、はい、ちゃんとカバーできてない時は押してないんだなっていう。それを見た時にやっぱ自分はも、まあ、結構押しちゃってるなっていうふうに思ったんで。四角強いって思ってるからさ、はい、強いことはやった方がいいと思ってるから四角結構押してるかなって思ってたんだよ。ここ押してんのかなって思うシーンでも、はい、あれ押してないみたいな結構あったから、難しいよね。それがまあ正解か不正解か分かんないからあれだけど、はいはい、まあ四角プレス、そこを結構注目してみてもらえると分かりやすいかもね、最初は。まあそうですね、まずは四角とか、ね、どこで持たれてる時に四角押してるんだなとか、どういう状況の時に四角押してないとか、そういうのを見てもらえるのが一番分かりやすいかなっていう気がしますね。はい、
という感じで、まあ、今回は眉毛家さんの手元のコントローラーを動画にしてやってみました。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、まあ、そしてこうした方がいいよっていう改善策等ありましたらコメントの方もよろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。